ちは。セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。お元気でしょうか。今回のお話は自分初です。本田健という方は著書の中で自分が影響を受けた方々についてみな自分初で人生を生きていると感じたそうです。何をするにも彼らは自分の意思を明確にしてからスタートする。日常生活でも何をやりたいのかがはっきりしている。レストランで注文するときにも意思決定が実に早いのだそうです。また買い物に行っても店員の態度や店の雰囲気に惑わされたりはしません。周りの状況に左右されないのです。自分の欲しいものがはっきりしています。イエスとノーが明確です。普段から自分の価値観が整理されているのでシンプルで無駄がありません。彼らは一瞬一瞬自分の人生を心から味わい楽しんでいるように見えます。誰かと話すとき、本を読んでいるとき、ゴルフをしているとき、どんなときにも同じ優しさ、楽しさが流れているのだそうです。彼らの特徴は、自ら意図的に自分初でやるということだそうです。イエス様は弟子たちに対してこのようにおっしゃいました。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆、あなた方に知らせたからである。新約聖書ヨハネによる福音書15章15節。私たちはイエス様の同志、友と呼ばれています。一日のうちで神様の御心を行う自分初の選びを一つでも増やすことができたならば、どんなにか素晴らしいことでしょう。自分の人生を歩んでいる実感と充実、喜びが生まれてくるに違いありません。最後までメッセージをお聞きいただきありがとうございました。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。